みんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフをレイナからお願いします、はい、ラジオネームキビフロップさんからいただきました。ありがとうございます。デートの待ち合わせに遅刻してしまった。約束の場所に着き息を切らしながら見渡すも彼女の姿は見つからない。帰っちゃったかと途方に暮れているとスマホに通知が来たという LINE のイメージで、読んでいただければと思います。はい、はい、じゃあいきますね。お願いします。ピコン。そこの遅刻さん、私は怒ってます。とっても怒ってます。ピコン。でも私は優しいのでチャンスをあげます。温泉プレミアムサポーターになってくれるなら許してあげます。 OK ならピコン。後ろ向いて約束したからね。それじゃ行こう。ほーん、最後は直接もういた、後ろにいた。そうです。うわー、いいね。こう LINE 系いいよね。 LINE ね、すごい身近に感じる。ちょっとでも予備軍感あるよね。え、もしやこれ、まあ、確かにデートの待ち合わせ、お付き合いしてるんでしょう、うん、このお付き合いが3ヶ月とかだったらまだ可愛いよね、うん、そこの遅刻さんとか言っても可愛い、うんうんうん、6年とかだと結構、うん、そのそこの遅刻さんのトーン変わるよね。変わると思う。マジで許さんみたいなよくやってるんじゃない、うん、多分ね、後ろ向いてって言って後ろ向いたら包丁持ってますよ、うん、本当にさ、何度目みたいな、うん、今日どれだけ楽しみにしてたと思ってんのねえみたいな始まる。怖い怖い怖い。ちょっと番組変わっちゃうからね、うんうんうん、3ヶ月で会ってくれ。そう、3ヶ月のまだ付き合いたてのカップルでございました、はい、ありがとうございました。はい。